はいたーい、キズナ湯どんやいぴー、よろしくお願いします。お願いします。さあヒト、今日は、フーチャンプルーに挑戦してみましょう。出ました。はい、もう全然ね、県外の人が思ってるフーと違うからね。違うよね。そうそう、こっち来て、で美味しいからね、安いさ、しかもこれ安いから自分で作ろうと思うんだけど、なかなかお店みたいになんかふわふわしない、しない、うん、でちょっと今日はね、うどんちゃんにコツを教わりたくて。ヒーとかこう言われたんだけど、実際うどんが作ってるフーチャンプルーがふわふわなのかは知らん。いやもうなんかいつも作ってるから、食べ比べないからね、わからないんだよね。まあでも今日はうどんちゃんの作り方でまずやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあまず材料ね、はい、主役のフー、県外のフーとかだとさ、お味噌汁に入れるあのちっちゃいやつ、はい、これね、そう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 、くるくるくるしたのとかね。昔働いてた時にあの沖縄の学生に、ごめんフー買ってきてとお願いしたら、これ買ってたの。あのお味噌汁に入れる予定だったんだけど、買ってきた。まあうちなんとか言ったらフーはこれですからね。ごめん。そうそうそう、これをね、はい、まず1本どうする、1本半入れるか。はい、じゃあこれね、半分終わりますね。はい、公開1本半、はい、入れましょうかね、そして卵2個使います。はい、この子はね、野菜と炒めていくんですけども、これ準主役って言っていいかな。はい、ポークを出た。そしてね、次野菜なんですけど、いろいろ入れた方が美味しいと思って、キャベツとかもやしとか入ってる、ね、まあね、カンピーにできるかなと思ってね、じゃーん。鉄板焼き用もやしミックス、いや何でもいいですよ。え、カット野菜、カット野菜買った。見てる人が、私も簡単に作りたいわってね、言う人がいたら、これで代用してもフーチャンプルはできますので。包丁使わない、使わんよ。これに入ってるのは玉ねぎ、もやし、キャベツ、人参ですね。はい、そして、やっぱりね、私フーチャンプルにね、入れてほしいのはね、ニラ。そのこだわりは何なの。もうニラが入ると入らないと全然違うから。まあこれだけね、ちょっとヒートに切ってもらおうかなと思って。わかりました、包丁使いますよ。ということで、ね、何人前作るの。4、5人前ぐらいかな。はい、そして、はい、うどんの魔法のこれ出た、塩コショウと、お好みでね、はい、やっていきたいと思います。ではまず最初に、はい、麩を水で戻していきたいと思います。ね、あのこうちょっとちっちゃくね、そう、このちっちゃくがさ、なんか多分ちっちゃすぎるのかな、いつも。どんなでもいいんだよ、このしさ、このぐらいでもいいわけ。でかいんだね、このしてやってごらん。ストレス解消してます。してるんだ。してないの、テンションで。あ、やっぱ一個一個が大きいんだね。切りました。これ水ね、ひたひたに入れてください。まあ、ちょっと浸らなくてもあの縮むのでね。行ってくる逃げる。でこうやってね、少しこう気みついてない、本当だね。でもね、どんどん本当にすぐ柔らかくなっていくので、水切りましょうかね。はい、これね、ぎゅーっとね、絞って、ぎゅーっと絞ってこっちに入れていきましょう。はい、結構ね、固めにね。で今度ちぎっていきます。うん、そうそうそう、はい、はい、食べやすい大きさにね、これ半分ぐらいかな、でもいいですし、お好みで、ここにね、卵2個割っていきましょう。はい、もう1個足してもいいような気もする。なんか卵いっぱい吸わせたら美味しい。じゃあもう1個でやろう。そしてはい、出た、これ半分、半分は多いかな。ちょっとサラサラサラってやってみて。サラサラサラ、もうちょい。半分ならじゃあ半分ぐらいかな、はい、1g の半分です。で4ね、はい、はい、今日はよかった。カチャカチャカチャしてください。はい、じゃあそのままザッと麩を入れていきましょう。そのままザッと、じゃあこれはね、そのまま置いときますよ。じゃあこれで次、フーチャンプルーに入れるお野菜、はい、ニラを切っていきます。冬瓜だけだから4、5分量かね。過去何回かの動画を通して、私切ってるのニラとキュウリだけですね。嫌いな、チームニラだったね。ちょっとさっと軽く水洗いもしましょうかね。はい、じゃあ軽くさっとね、水洗いして、はい、オッケー。今日買ってきました。いや言うな。野菜パック。はい、軽くね、水でさらさらにしよう。さあ、材料が揃ってますね。さあ、準主役のポーク切っていきましょうね。忘れてた。はい、このポークね、ちょっと昔ながらの剥き方、開け方なんですけど、わかる？昔、こっちに入れて、
昔分かんなくてからこっちに一生懸命巻いてたわけ。いやーそうかー残念本当にこれさ最初一人で開け方が分かんなくて缶切りで開けてたもん。よいしょよいしょ、あれ来たと、まずこうやって薄く切っていただいて3切れぐらいでいいかな。ここを切っていきましょう。さあ美味しく炒めていきまーす。では火をかけてください。はい、ふうからね、うん、炒めていきます。はい、はい、気をつけてよこれね。ちょっとこのコンロもね14年目だからねよくていいよ。はい、はい、いいよ。カチャカチャして混ぜてもね。カチャカチャ、うん、一回火通したら戻す。はい、はい、大丈夫かな。で今度ポークから炒めていきます。うん、すごい。はい、そしてね、野菜を入れていきましょう。はい、はい、ちょっとニラもね、はい、入れていきましょう。しんなりするまでね、ちょっと炒めて、塩コショウして1個ね、もうちょっとしたらね。でもこんなのできない。嘘、うん、すごい上手。はい、じゃあ塩ね、ミトが好きなように入れてごらん。いいんだよ、いいんだよ、これチャンプルーだからね。サラ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 、大丈夫、魔法のあれがあるから。おしょう、おしょう、あ、ちょっとね、ここにも入れるの。ちょっと入れよ、いきます、サササって。気持ちね、お団子でお願いします、ね。はい、サラ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 結構入れたな。はい、そしていい感じじゃない。はい、でこれ半分こうして入れてください。あ、はい、でね、ちょっとフーにもね、ちょっと火がね、行き渡ったら、うん、最後にね、うん、やらない人もいるんですけど、鍋肌に一周だけさーって醤油やります。うん、もう、この醤油ちょっと、貴重に使いましょう。痛恨のミス、買い忘れです。ラスト？ラスト？ラスト醤油？ラスト醤油。さーっと、さーっと。さあ、いくよ。うん、あれ結構だ、結構いいよ、いいよ、あ、美味しいね。美味しい、あ、匂いいいじゃない。あ、いい匂いね。いい匂いじゃない。さあ、うどんはお皿をぜひ。さあ、盛り付けていきましょう。あ、うわ、これ、あ、いい匂い、いいじゃない、ね、完成です。実食ということで、さあ、ヒートが作ったフーチャンプルー。で、先にヒーターどうぞ。はい、いただきます。はい、さあ、ふわふわなのかな。でも、この時点でふわふわだよ。ほんと、うん、いただきます。はい、どうぞ。うん、ふわふわ。うわー、よかった。だ、うどんも食べたら下がります、うん、いただきます。うん、うん、ふわふわ、おいしい、おいしい。やっぱちょっとこのぐらい大きく切った方がいいんだね。いや、卵をね、うん、結構たっぷりめに吸わした方がいいのかも。ああ、これはご飯進むな。お弁当のおかずとかが最高だね。あ、もう最高。つまみもいいね、うん、これやっぱりね、ミックス野菜いいな、これ。でまたニラもね、いいお仕事してますよね。お仕事してる。やっぱね、このニラはね、好きだね、うどん。じゃあヒート、うん、今日のフーチャンプルー、はい、100点。ちょっといるスタッフさんたちにもね、あとで味見してもらって。いやー、でも美味しかった。これでお家で作れるね、ちょっと野菜だから別にね、簡単だし ね、フーとタマコとね、ニラちょっと買って、うん、ポーク買って、うん、結構あるな。まあでもポークもね、別の料理にもいっぱい使えるから、使えますからね。はい、はい、ぜひぜひ皆さんね、はい、作ってみてください。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ゆたしくうにげーさびらー。バイバイ。